5月29日、金沢市がインターネット上に新しい試みとなる金沢市デジタル工芸展の配信を開始しました。これは新型コロナウイルスの感染拡大によって大きな影響を受けた金沢の工芸を発信するもので、各工芸を代表する作家はもとより、若手作家や職人たち、その作品の画像や動画を配信しています。社会全体に新たな様式が問われる中、金沢の工芸作家を取り巻く環境も大きく様変わりしようとしています。コロナ禍直前の2月、野町にオープンした金工作家西川美穂さんのアトリエです。食器やアクセサリー、インテリア小物など生活に溶け込み、暮らしを楽しむ金物を制作する西川さん。新型コロナウイルスの蔓延によって大きな影響を受けた工芸の世界。西川さんの工房も例外ではありませんでした。そもそも金工っていう分野がすごくマニアックな分野だと思って、あまりその触れる機会がない分野だと思っていて、陶芸とかガラスって結構皆さんイメージつきやすいと思うんですけど、金属ってなんかこうやって物ができていくんだよっていう過程を普段は見てもらうことができないんですよね。でそれでこういうスペースを作ったので、お客さんとお話しして自分の作ったものを見せる機会っていう、そういう機会がもう一切その3月4月5月なくなったので、その辺はやっぱり寂しいというか、伝えられる機会が全然なくなってしまったっていうのが大きかったです。そんな時、西川さんのもとに金沢市デジタル工芸展の話が舞い込んできました。その本当だったらギャラリーに直接来ていただいて、そのいろんなものを見ていただくっていう機会が一切できなくなってしまったので、その雰囲気だけでも、実際にやっぱり足を運ぶのとは違うとは思うんですけど、そういう空間を、感じてもらえる、なのでデジタル工芸展はそのために私にとってはいいかなと思いました。今後はどのように活用していきたいと思っているのでしょう。金沢に来たいと、今は無理かもしれないけど、その時にそのこういうところがあるんだっていう、なんか行ってみたいなって、なんかその今のそのなんか もやもやした感じの先に、こう目標とか夢じゃないけど来てみたいなって思ってもらえるようなことをしたいかな。インターネット上で開催される工芸展、金沢市デジタル工芸展。この新しい試みは、金沢市工芸協会が中心となって、金沢を拠点に活動する作家や職人に参加を呼びかけ、工芸作家や職人たちの発表の場や活動の場を想像するものです。だから展覧会もやりにくい、個人的に作っても売れないと、やっぱり何とかして、やっぱりね、今を生き抜いていかんのはね、何かやらねえかんことは間違いない。それからやっぱり品のいいことも昔からしとるし、あらゆること一つでもうないわけはダメない。やっぱり見つけて考えてね、何とかして切り抜けていかんのはね。当初8人の登録でスタートしたこの工芸展も、日々多くの賛同を得て登録者も増え、今では400人を超える作家と職人が参加しています。九谷焼作家の神畑真也さんもその一人。九谷焼の技法を生かしながらも、西洋のイメージや感性を融合させた独特な世界観を表現しています。机
作るっていうことに関して言えば、もともと一人で自宅で工房で制作してることなのでそんなに変わりはないんですけども、やっぱりその販売店さんが休業されたり、あとはまあ展示会っていうものですね。僕はこういった大きな作品っていうのはまあ公募展、そういったものに出展するために作ってたんですけども、やっぱそういったものが県外のもの含め地元のもの含め全部軒並み中止になっていってしまったので、ちょっと発表の場がやっぱりなくなってしまったっていうのが一番大きな変化かなっていうのでありますね。新しい形となるネット配信、何もかも今までと違う表現、戸惑いを感じたのではないでしょうか。自分自身がすごくそのパソコンとかそういう SNS っていうものがちょっとやっぱり苦手な方だったので、おそらく工芸やってる方皆さんちょっと苦手な方が多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういった中で、まあ、正直不安な点っていうか、そういったその素材のその雰囲気だったり質感みたいなものがわからないような、そういう映像の上でまあ見てもらうっていうのが大丈夫なのかなっていう心配ありましたけど、まあなんか逆に言うとそのなんですかね、まあ、なんか今まで見てくれなかったというか、ちょっと敷居が高くて手が出しづらかった人たちにも、まあ、SNS とかこういうデジタル工芸展っていうのをきっかけに見てもらえるっていう、そういうチャンスにもつながるんじゃないかなっていう思いはありました。また神畑さんはデジタル工芸展で作品に対する思いなどを語った動画も配信しています。作ってるところを見てもらうっていうのはすごくその人のこう背景だったりとか、その作品だけでは伝わらないようなことっていうのもやっぱりお客様には伝わると思うので、ネットだったらこう、まあ、クリック一つで開けていけるので、そういったことを思うとやっぱりまあなんかこう上げる時のその写真だったりその作業工程とかっていうのもあんまり難しいことを載せるんではなくて、まあ、その人がこう興味を持ってもらえるきっかけみたいなものを発信できればいいかなと思って、まあ、今後もそういうことはしていきたいなと思いますけど。友禅作家の金丸恵美さん、父親の加賀友禅工房に所属し、友禅の技法を使った商品を企画制作しています。やっぱ皆さんどうしたらいいか、業界自体が分からなくなったような空気は、ちょっと立ち止まってしまったような空気っていうのはあったと思います。私自身も新商品を制作の方をさせていただいてたんですけど、本当にどうしたらいいか分からなくなったんですが、本当勉強し直したり、もう一度なんか加賀友禅はこう社会に対して何ができるのかっていうのを、まあ、歴史をもう一度こう振り返ったりして考えまして、なんかこうこの状況でも何かできることをやっぱり今は形にしていきたいと思っています。デジタル工芸展に参加した理由はどんなことだったのでしょう。まあ、作家さんだけでなく、糸目のりの職人さんや引き染めの職人さんも参加させていただけて、普段やっぱり工程を加賀友禅の工程を支えていただいている作家さんが一緒にこう載せさせていただけたっていうのはすごく嬉しかったですし、ぜひ見ていただきたいなと思って出展しました。工芸の世界に限ったことではなく、今日ではインターネットでの情報発信が増えてきました。しかしながら発信の仕方や表現方法など何から始めればいいのか戸惑いを感じている作家も少なくありません。工房の先輩吉田さんもそんな一人だったそうです。やれればやってみたいなっていうのはあったんですけど、まあそういう機械音痴っていうのもあったし、これを機会に少しでも興味が持っていただければ後々になんとか少しでもこう幅が広がればなっていう方が気持ちは大きかったかなっていう。ただこういう加賀友禅って、あ加賀友禅うんってうろ覚えに知ってる人も、あこういうことをするんだ、だから手書きで、だからまあ値段もするんだとか、
あこういう工程があるんだとかっていうのを分かってもらって、あ着物っていう時に加賀友禅って前見たよねとかっていう、そういうふうにつながってもらえれば、まあ、見てもらえるだけでも思ってもらえるだけでもいいかなって、あこういうことが役に立つのかなっていう気はしてますけど。慣れない配信、それならどうすればいいのか工房のみんなで考える。金丸さんたちはより良い方法を模索しています。なんかこう微力かもしれないですが、あのクリエイティブなものづくりとかアートの力っていうのは、こう人を少し癒したり元気にをできる、そういうあの力があるんじゃないかなと思っているので、そういうあのこれから新しいものづくりを通して、皆様に少し元気やあの癒しなんかをお届けできたらいいなと思って今新商品を頑張って開発しております。工芸の世界で新型コロナウイルスの影響を受けたのは作家ばかりではありません。工芸作品の販売店も大きな影響を受け、多くの店舗で休業や時間短縮を余儀なくされました。そんな中、インターネット上で工芸品の売買ができる場所として工芸モールアット金沢が立ち上がりました。金沢クラフトビジネス創造機構が運営するこのサイトには41のオンラインショップが登録されています。その中の一つ、乙女の金沢陳列室を運営する岩本あゆみさんを訪ねました。オンラインと例えばリアルのイベントと同時にやるっていうことも考えたりはしてたんですけど、なかなかやっぱりその労力だったり時間だったりがかかるので、こう思い切れないというかって言ってたところに、まあこんな状態になって、なんかもうすぐ作らなくてはって思ってやったので、まあコロナがなかったらできなかったかもしれないけれども、まあ実際やってみたら本当になんで今までやってなかったんだろうなっていう。始めたばかりのオンラインショップ、反響はありましたか？結構温かいメッセージが、その買ってくださる時にメッセージがついてきたりして、いろんな理由でそのイベントに行きたくても行けなかったけれど、こうやってオンラインストアになったらゆっくり見ることができるし、すごく嬉しいっていうふうに書いてくださる方もいらして、なんかまあ改めてそうやって、まあ、イベントを毎年やっているとはいえ、その来たくても来られない方とか、なんか買い物に行きたくても行けない方っていうのがいらっしゃるんだなっていうふうに感じて、なんか本当にオンラインストアやってよかったなっていう思っています。出品している作家さんたちには何か変化はありましたか？この機会に例えばインスタで写真を上げたりとか、まあ、インスタの中でも動画でその作っているところを上げている方も増えてきて、まあ、それを見るとやっぱりすごく皆さんの反応がいいので、作家さんも、まあ、こんな自分たちでは当たり前の、まあ、日々やっている日常の作る作業がこんなに皆さん他の人にしたら面白いものなんだっていうのは感じているみたいですね。また違った角度から金沢の工芸を発信しているサイトがあります。金沢青年会議所が立ち上げたプロジェクトで、金沢の工芸を使った作品の新しいアイデアを募集しました。明治3年創業、九谷高専窯の5代目利岡浩一郎さんはこのプロジェクトの代表者の一人です。こういうところに需要があるんだっていうことに気づくのも、非常に作家側にとってもプラスになりますし、あとやっぱり
その過程でどういうものが欲しいのかっていうところの詳細なこととか、まあもともとキーキャップがあの自分のところに、まあ行きプロジェクト前にあった話なんですけど、こんなもん誰がいるのって言って、その頼んだ人に聞いてみたら、結構世界の市場でかいんですよね。でその市場を考えた時に、金沢の工芸というパイでは全然足りる市場なんで、でもその友達がいなかったらその話は始まらなかったんで、それをまあ行きプロジェクトでも同じことをしようと思って、すっごいちっちゃいマニアックでも何でもいいから需要を受けることで、その世界の需要を知って、で可能性にもなりますし、いざ募集を始めると6つの工芸分野を合わせて36件もの応募がありました。利岡さんは今回のプロジェクトで何を感じたのでしょうか。工芸って、いや物の造形だから、別に工芸品って呼ばれるものを作るんじゃなくて、その金沢の工芸にしかない技法とを使うことによって金沢の工芸にしかない表現ができるっていう捉え方をしてもらったら、まあ、全国から、まあ、もっと言えば世界で、あこういう表現のもできるんだったら作ってほしいっていうのの、そのつながりの接点になればいいなと思う。それは個人の作家ではできないことですし、また金沢はあの工芸の種類が日本で2番目ぐらいに多いところなんで、金沢に来ればなんとかなるっていうふうに思ってくれたら、金沢の価値は上がるんじゃないかなと。さまざまな形で金沢の工芸を盛り立てようと模索する思い、作家たちは未来を見つめています。こういう時だからこそ、その1対1じゃないですけど、一人 の, あのお客さんというか、一人 の, その興味持ってくれた方とゆっくりあのつながれる時なんじゃないかなと思います。ただ工芸として盛り上がるんではなくて、例えばじゃあその工芸のも僕たちの作るものを発信することで、これが観光産業とかとつながって、まあより多くの観光客が地元に来てくれる、金沢に来てくれるっていうことを考えて、そのなんかこう工芸だけで考えるんではなくて、何かこういろんなものが連携してこう盛り上がっていけるように、あのものづくりっていうことを続けていきたいなと思ってます。今まではもうとにかく新しいものを何かしなきゃっていう、それだけの思いでちょっと走ってきたところがあったんですが、これからはこう加賀友禅のこう良さを、使って社会にどんな価値を提供できるのかっていう視点を大事に、あの一つ一つ今少し時間もあるので丁寧にあのものづくりをしていけたらいいなと思っています。まあ、歴史とか時間とか先人たちがあった上でしかできない表現を残すことが重要で、金沢の文化の時間の蓄積があったから、逆になかったらできなかったことをしていくのがお得で、これは他の地域ではできないですから、その本当のなんていうんですかね、文化のその強みっていうか価値みたいなのを最大限発揮するっていうことが生き残るには必要かなというふうに思います。東京から移転してきた国立工芸館、日本海側初の国立美術館が完成したことにより、金沢の工芸は今後ますます注目を浴びることでしょう。そなったからってやめたちわけにいかんもんね。さ仕事やさけ、ね、うん、だからそりゃ堂々と仕事しりゃいいよね。いや儲からんな、どうしろ言っていつしゃね、みんなこんな時代に突入しとるやさけ。そうでしょ、器物ねを作っていかんなもんね、我々はね。だからやっぱりいいものを作って世の中にね残していくということをですよね。負けん気でいいものを作るっていう作り手はそんなお菓子屋でもそうやね、他のお菓子より美味しいもの作らなダメやね、まあ競争原理、我々もいいものを作らなダメですからね。だからまあ適材適所、自分の慣れたことをやっぱりやっていくということでしょうかね、うん、今だからこそそれぞれが思う工芸の未来とその在り方、金沢では出会いをつなぐ新しい形がすでに始まっています。